このじ故…間違えたショールーム自体ちょっと久しぶりになっちゃいましたでも逆にと日…月…かなできそうなんでちょっと状況よりけりなんですけど一応できそう 予定なのでできたらやりたいなーって感じでございますじゃあ珍しくこんな配信ができなくてだったんですけどみんな元気にしてた何かメール書いたりとか ツイッター更新したりとかねインスタ書いたりとかしたりしてたからなんか全く何もねなんだろうあれが買ったわけじゃないけどあそう7月の19日公演出ます7月の19日は B 公演があって も毎日食べてるよん美肥炎があるんですけどそれでます本当にいよいよ最後になってくる人が多いのでちょっと悲しいんですけどそう十日 はそうなんです誰かがシンポジす。ねこのタイミングねもうさだって普通の公演もあと何回か何回あるかなーっていうタイミングなのにこうやってシンポジーをね受けてくれるメンバーがいるっていうのはすごくありがたいですよ。 そう初めてみずみんと出れるので今までチムーム B 公演にはあのそう水島美優ちゃんと橋本えり子ちゃんの二人が出てくれてたんですけどあのえりちゃんとはねちょっと前に一緒に出たんですけどみずみんとはずっと一緒に出てなくて。であの初めて一緒に。 出れるので、良かったと思って。めっちゃ楽しみです。水着、まじやばいよね、方以外全部出て。そう、でもさ、あ、めっちゃ外、うるさくて、ごめん。なんか、誰かがめっちゃビビ言ってる。そう。あの。でも、よく思えばさ、ドラさんとかもさ。なに、本田そらちゃんとかさ。 めっっちゃ,めっちゃやってたそれこそめぐみんとかもそうだしなんかめっちゃ覚えてるもんらちゃんが4公演出てくれた時があったんですけど4出てくれた時に楽屋が近かったので近くてで「お使い本当に大変だったね」みたいな「思い大変だった言った次、A、公演出るんです」って言って。 そちゃんが <laughs> マジかみたいなそうセナタンとかもそうだしセナタンも全部出てるしそうなんかドラさんの子とか本当にいっぱいないろんなところポジション覚えてってそうほん本来ねそれそう研究生ってそんな感じなんだけどドラ2さんとかもそうだったと思うし。 ドラ兄さんもなんかほんといろんなとこでしたじゃないですかいろんな公演ドラ兄さんが研究生だった時まタギ公演普通に出て,てたからなんか最近そのさ人数が足りてるっていうのもあって、まあ、8人だったのもあるし公演自体がでなんかあんまり その感覚がさ、なんかこう薄れてたっていうか忘れかけてる記憶になっちゃってたけどさそうなんかなんだろうもともとそういう感じだったからあ懐かしいなーって感覚になりながら「頑張れー!」っ,って <laughs> 見てる。公園の曲を覚えるのは人によります本当に人によります なんかもう与えられるる時間ででやるって感じです私が今まで私が一番 MT に出たのが一番短いスパンで覚ったけど MT の時は1週間1週間だったけどそのうちもうあの学校とかもあったりしたから1週間丸々できたわけでもなく。 っていう中の1週間でしかも MT ってめっちゃ難かったから本当に大変だった記憶があります今だったらね今こうやって1週間またあ一1週間もあるんだみたいな <laughs> 1週間ったらいけますって言ってなんか言えちゃいそうだけど当時 ななんんんかかままだあんまなんかデビューして1年経ったか経ってないかぐらいっと1週間でもギリギリカツカツでした。っていう記憶がある、う。ん そうなんかコツとか何回も繰り返しそういうのを繰り返してってだんだんこう覚え方とかも分かって覚えてきてできるようになってくるんだけどそうその当時はね私,私もその初めてそれで MT が全公演自分で起こして出なきゃいけない公演だったからすごい難しかったです。 ありがたいでですこうやって覚えてて覚えくれるのでも私は忘れも,忘れもしないのはチームホーの初日から一日空きでドル明けに出た日が一番忘れられないですよ <laughs> あの日が一番バグってた <laughs> あの時が <laughs> 自分のなんか根性もバグってたあれは何かあの時の自分よくやったなって 思いましたよ。<laughs> あ、まあの時は、バグってたなもうなんかそこで、出なきゃみたいな。なんかもうその気持ちしか、せっかくオーディション買ったのに、ずっと出ないって、なんか嫌だと思って。で、でしかも、チーム4公演も、 のレッスンも全然出れてなくてでずっと補修みたいなので1週間前ぐらいにそもそもそのチム方向へも叩き入れたのだから無謀だった常無謀日本にいなかったからさあの時期にだから無謀なことしてた 文房なこと知ってたしなんかよくあの時自分出れたなって思いますなんか普通に考えて今は考えらんないぐらい <laughs> だって一公演ってやっぱワオじゃないじゃないですかふるしゃくあってっていうのもなんか気合いと根性で乗り切ってたのもあの時。 <laughs> でもできないって言ってもうでき,できなすぎて何も記憶ないもんあのあの初日の記憶はあの「ひみにじ」の最後の音しか覚えてない「じゃじゃじゃーん」ってとこ <laughs>。 じゃーン!」って言って手振ってる時にの記憶しかないそれ以外は今日も何かそうもう必死すぎて何も覚えてないだその「じゃーんって時に初めてみんなの顔見れた。 <laughs> みんなの顔も見れてなんかったんかみんなの顔見てすごい安心しちゃって涙止まんなかったっすねあの時はレスは普段から下手なんですけど 覚えられないといからそれ覚えてるすごいあの。君が思ってるよりっていう曲が1曲目だったんですけどそれの振りとかは合間とかにさすがにくるちゃんとかもなかちゃんとかにあの教えてもらった。 記憶がありますだからそうやって詰め込みで入れたから今はもう何も覚えてないです,セットリストすらちゃんとろくに思い出せないシアージョとかサイレルとか多分覚えてるけどなんか僕の人かぶっちゃうんだよね全然思い出せないんですよねあの「蜃気楼」とか実は覚えてんだけどうーん 本当に限定もの公演って忘れてしまうのですよ記憶から混ざっちゃうしまあだからそういう時の経験が今に生きるって感じだからきっとみずみんがいろんな公演を覚えて出てるくれてるのも絶対に今後に生きるし。 ステージって立てば立つほどいろんな人と立てるしチーム超えて出れたらでいろいろ何そのチームの色とかも感じれるしそのまずもう今後チームがなくなっちゃうじゃんだからそのチームの色を感じれるっていうのもさまあ言うて今しかないしそれをこうまたぎで感じれるっていうのも。 研究生しかかできないことだから正規メンバーは今もまた実演できないから昔は OK だったけど今はもうできないじゃないですかだからなんか今のうちにできてるっていうのでかいと思うなんかむしろ私はもっといろんな何研究生のうちに。 そう,うちらがアンダー解禁されたのって本当に昇格する直前だったからだからうらやましいなって思いますむしろ。またぎ出演は自分のチームが例えばチーム B 所属だけどチーム K の公演に出るとかチーム4の公演に出るとかチーム A の公演に出るっていうのをまたぎ出演またいでチームをまたいで。 まあでもそれであのチームがもう, <laughs> もうごちゃごちゃになっちゃってたから,そうからチームの意味なくなっちゃうからっていうのでそうなくなったんだけどそそれもううだよなって思うわせっかくチーム性あるんだったらねチームでできたいいなって。 今はより8人だから思うけどねこれからねこの先がどうなるか分かんないけど16人でもなるしそれに近い、ね、形になるのかなと思ったり思わなかったりって感じだから、まあ、とにかく19日みずみんと出れるのを楽しめたらいいなって思います。私ににとっても本当に後 何回あるかかわらない通常公演のうちの一つだと思うんで8月はその後も本当に卒業するメンバーが多いじゃないですかちょっともう昨日までもなんか何人も連続でみたいな感じだったしだってもう,もうだって9月にまでもれ出ちゃってる子がいるぐらい卒業の時期とかも,もう8月。 以上の人もいるから8月って本当に卒業公演が多いんだろうなって思ってで、そう考えるとチーム B は、まあ、さっきさんが9月の頭だけど多分さっきさん僕隊でやるんじゃないかなってまあそれは多は分かんないけど8月7日にやってくれるって言って。 ででささんとさんともう7月じゃないですか卒業公演がだからもうビーって意外と8月に卒業する人がもう一人しかいないんですよセナタンだけだからそう,そうマリアさんとか7月卒業ってだったけど入りきらなくって8月みたいな感じじゃんだから。 普通に8月はドル分けの回数がまず少なそうほんと他のチームのとか他のメンバーの卒業公演ラッシュすぎてできなそうだしそもそも B も人が <laughs> まあ、うん、やれなくはない全然やれなくはないけど結構。 だからまあ次の7月19の公演以降もまあ決まってないじゃないですか普通にあそうエイトさん確かに雫多そうそうだから本当に数回しか できなないだろうなってうその卒業公演がいっぱいあるっていうのもそうだしちょそもそも組むのが大変っていうのもあるから本当に一回一回を楽しめたらいいなって思ってます私は基本も7月も全然出れないだろうって思ったのに7月も3回も出れるぐらい本当に意外と出させてもらえてめっちゃありがたいので。 3回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 ,3回そう思った以上に公輩に出させていただけてるのでもう6月の終わりの時にはもう7月全然ないと思ってたのでそう思ったよりも7月出れたからなんかまあこんな感じで意外と8月も全然ないと思ってたけど思ったよりも8月もあったっていうふうになるかもしれないし意外と先々のことって分かんないので。 でもわかんないから、こそうわかんないし、そう最後ってなってくるメンバーもいるから、楽しめたらいいなーって思います。平野 <laughs> さんって二十一とか、あ二十四か。今どこまで公演発表されてんだろう。公演の 使用される時期となりつれてるから難しいんだよね。六。二十一のメンバーまで出てるってことは公演はもっと出てる？二十三のスケジュールまで出てる。二十四でしょう？で二十四でしょう？だからこの前で日大さんとか最後だったんですよ。 この前の7日の公演ででもさ7日が最後ですっていうのもそう19のメンバーが出てなかったから言えなくて言えなくてうちらの中で最後だねって言って <laughs> やったりしてたから そうだからひださんんとかかはもうビーム公演出ないんですよだからこうやって、ね、表向きには言えないけど、まあ、全員の通常公演ラストのタイミングってメンバー側はみんな知ってるからそうこれ私もエンジンとかの前に今日は。 今日は誰々が最後ですけど <laughs>、のそこを感じたけどそういうふうになってくるからなんか楽しめたらいいなってまあ言えないんですよねだって。 その卒業公演の前に B 公演があったらそれに出る可能性がある限りはねちょっとネタバレみたいになっちゃうかそう MC とかでも触れてあげられないのでそあそうそう CM 波動の CM なんかしれっと公開されてそう。 ドもみんなでみんなで,ではないんですけどそうこれもあ,のあやなんさんがあの体調がわ悪くてあの都合が合わず一緒に撮れなくて全員ではないんですけどまあでも B として。 作っていたただきましたなんか多分テレ東の番組内で流していただけるのではないだろうかと思っております。なんかそれはまたまた流れるタイミングで「お知らせします」って言ってくれてたのでそう。 ままたお知らせされると思いますそそそうそうそうこの前流れてたんですけどそうこの前のそう放送で気が付いたら流れてたらしい <laughs> <laughs> そうだから今度はちゃんと言うようにしますねでもなんか波動の方でも先も流していただいたみたいでなんか初めて CM 作成っていうのにこう携わったんですけど本当になんか楽しかったですなんか私もあの初めての会議の時にあの波動の CM なのかチーム B の CM なのかこう。 分かんなくて分かんないかまんま会議に参加してこれってどっちなんですかって聞くとこから始まったんですけどでその時にあ「もうチーム B の CM でいいんだよ」って言っていただいて「やばい!」って思ってそうなったらこういう方向性でってこの瞬間にこう言わなきゃいけないって思って。 もうめっっちゃが焦ってその瞬間にもう脳内をもう最速で回転させ「やばいこれなんか言わないと終わる」と思って「<laughs> 会議にならない」と思ってめっちゃ一緒に考えて劇場に来たくなるようなみんながこれを見て。 来たた人がが劇場に来たくななるような C M がい,いですってもうとっさにファッって言っちゃってでそうなんかチーム B のみんなともなんかそういう打ち合わせしてなかったから持ち帰れるって思ってであどうしようって思ってでそれが終わってもうすぐゆきりんさんに話に行って。 「超えちゃったんですけど大丈夫でしたかね」あっユさんお誕生日おめでとうございます」でったっとと思思ううそ,それでいいと思うって言ってくださってなんかやっぱ地上波で流していただける CM だからこうなんか適当なやつが流せないみたいでやっぱちゃんと。 ちゃんととしてないとないんかやっぱこう通らないテレビ局側にも申請出さないゃこういう CM を流したいんですって言わなきゃいけないとかなんかまあ当たり前だけど地上波で流すから。 ってのがあったりとかそうするからちゃんとしてないといけないからと思ってであと絵コンテが完成してきて今度のパターンがいいですかとか言ってくださったりとかいろんなパターンを CM 撮ってくださる監督さんとかテレ東さんの皆さんとか一緒に考えてくださってでそう出来上がってったんですけど。 また裏側とかはテレ東のねあの方で流れると思うのでぜひ見てほしいなって思うんですけどそう衣装とかも私があのチーム B のなんか最初また別全然別だったんですけどチーム B に関連する衣装をみんなが着てる形がいい。 お願いしてで決めて頂い,いてあの感じになってで最後のあのアンコールの衣装はやっぱチムビー私たちのチムビーになって作っていただいた新しい衣装だったっていうのもあるしやっぱそれを着て劇場で。 そばかすんまあちょっと曲と一緒違うけどそばかすのキスとかも歌ってる曲にするっていうのもなんかちゃんと合わせたくて帳尻をんかそうんか「なんかやらかそう」はなんかちょっと違うかなって思ってやらかそうでもいいんだけど 劇場に来て今は見れないじゃないですかやらかそうはだったらなんか劇場に来て見れる曲かつちょっとチームビーっぽい感じがいいなって思ってそういう感じにすることになって だからぜひほんと裏側とかあの、ね、チーム A から持ってて大メンバーの子とか来てくれたりとかもしててさすがにそれは裏側の方で映ると思うんですけど映らなかったら私が話しますよ <laughs> その子たちのことももうアジがお話ししたいので。 知らないのかな、いや、でもね、とってはいたんだよね。とってはいたから。さすがに映るんじゃないかな。とは思うんですけど。そう。 その辺もまた裏側。が。放送されたら。いいな。って。思う。さすが私たちも触れたんですよ、逆に <laughs>。ちょっと可哀想すぎて。だから。ちょっと映ってほしい。 マジで朝早かったのマジで朝早かったのに来てくれてって感じだったんですご もう映ってって感じ、むしろ。お願い。って気持ちです。波動もね、あの。今、滝津効果チームも2。に、に取ってくれて。<coughs> いい発信。してると思いますけど。私が。 私が出た時もいい結果を出せるように頑張りたいと思いましたそうでもなんかさあのバッチあなんかキーホルダーなんかガチャガチャとかもあるじゃないですかああいうのとかもさあのうん何同期のやつになってるかめっちゃいいと思ってる あれってさ、今回ってな,んなの今回総合優勝したら何各界の優勝でも特に旅行とかないの今回今回もあ CM が取れるのねわかりやすいじゃん雑菌効果で取れる あ、旅行はあるんだ行き先自由旅行抱きつこうかな抱きつこうかの映像さもうあのコンサートの時。 にあるけどさあれはもうコンサート用の映像だからなんてのみんなのさ手元にはもう一生残らないじゃないですかだから撮れたらいいよねうん 緊張する波動はだって前回まではもうコーチがいたからこう何でももう,もう何コーチのイエスマンとしても動いてたわけよもうこっちはさ「へこへことこれ」って言われたら「はい」って言って「はい」ってって。 で指示に従ってとか言ってたけど特にあの最終戦の選び方とかスキルかスキル設定とかは私も本当に長らく自分でやってないから。 なんか最初は感覚わかんないと思うからあんまりあの最終戦に近いところじゃない序盤の方で出たいへまへましても <laughs> 大丈夫なところぐらい早めに<笑><笑>まあ4位取る時もあるよねみたいな時に出たい <laughs>。 臓器からの視線は怖いっすよ私が強さを発揮するのはあのあれですよあの戦える人がいることとペアになった時のみぞ強い。 え、17期マジで怖いんだけど、17期だってめっちゃ上手いっしょ。本当に怖い。だって17期なんて、この、何メンバーの何倍もの数をもうこなしてきてるわけだから、そう、もう恐ろしいよ。違うもん、もうレベルが。 <laughs> 本当にうまいと思うわかんないけどなんてでもその順奈きが2二だか何かそういうので戦ってるところはまだ見たことないけどそう。でも絶対うまいと思う。 あとそう感覚が二分ないうちにやりたいからそう,そういった意味でも早めにやりたい <laughs> 早めにやれたらなーって思ってるよ <laughs> 体力ねもう若さにはねあのー、勝てないのだよ <laughs> 記録はね、私この前さもうなんか「うわ!」って思っちゃったもんあのさあの,あの B 公演の時さあの片思い対角線に出る前私休憩してるんですけどって話多分ちょっと前にしたんだけどあのその片思い対角線の前2曲空きなんですだから結構余裕があって休憩してるんですけど座って。あのパッて見たらさレミたんがさ座りもせず。 スンッと立っててさ「やっぱ JK は違うわ」ってってでそこにいたメイクさんこれが JK と23歳の差です」って言って「元気そうに立ってんだもん俺みたい」でなんかニコニコしてた。 いやなんか恐ろしいと思って私そんな今もう1 6七7の子とさ公演やってるんだと思ってそうかそうかと思って <laughs> なんか まあ今までもさ1年も「レミたん」とも一緒に出てるからそうなんだけどさずっと変わらずさ年の差は変わらないからさそりゃ当たり前にそうなんだけどさなんか改めて思っちゃうとさあそうかーと思って私今こんな10代の JK 使ってる同じユニットをやってるんだあと私の1617なんて1日3公演とかやってたからね元気すぎるでしょ 意味わからん <laughs> どういう何行動してやってんのかわかんないけど本当にすごいえしかも「レッツゴー」とかでもやってなかった普通 の研究公園だ,けだっけなさあ「レッツゴー」は1回やってやばすぎるっつってなくなったんだっけな「レッツゴー」はさすがに「3回無理だ」って言ってなかったような気がするけど。 でも2回公演2日間とか普通にあった気するわ月に20回以上公演やば列語2回つらいよ」「列語はあの何 10年とか経ったらやりたい <laughs> ネタとしてやりたいよねなんかこう本気であの多分あの当時のものを求めてるくれてる人たちからすると中途半端にやるとマジでなんかがっくしってなってあの公演の価値がすごい下がっちゃうの、ね、よあの公演の価値はあの時の研究生だった私たちっていうあの踊り方といい あれがあってこそのなんかすべてなんか融合でめっっちゃ良かったんだよああいうジョロキがああいう踊り方するっていうのも知ってた上で優りさんが作ってくれてなんていうのもうなんか何倍もの力を発揮していい公演になってたからだからやっぱ中途半端にこう。 乱立。させるもんじゃないよね。でも私さ、普通に考えて思ったんだけどさ。ゆいりさんってさ、もう旋回。突破してるじゃないですか、出演。でゆいりさんがさ、旋回公演達した。時ってさ。おそらく。 78年ぐらいの歴だった時じゃない多分もうちょい言ってたなんかでもチーム4の時代だったから8年ぐらい,いなんかさー普通に 最近ふと考えてめっちゃすごくないと思ってでだってこの前あやみんが400回出て,てたの私今自分がどれぐらいか分かんないんだけどあやみん結構公演出てるイメージなのだから 10年,10年目に旋回えだとしてもだよ10年9年だってもううちらって今7年目じゃんで7年目のあやみんが。 400回って言ってまあコロナがあったからあれだけどまあでもいろんな人がいる9年8年ちょいまあまあ8910年ぐらいって言って普通に考えてヤバーと思って。 またぎできるにしてもだよだってまたぎをするのも普通じゃないんですよ。だって例図に考えてゆりさんって毎日違う公演でしたじゃないですかあれもゆりさんだからできるけど普通じゃないからだってさ毎日違う演目やってるってことだよ。脳みそ分けてこう仕上げてこうやってすんだよ 普通にできることじゃないから、とかすぐこのポジションの他のところを覚えられますかって言っても二つ返事でやる人だし。だからやばと思って。本当にすごいなって。 なんか最近ふと思ったんですよねそうでっ峯岸さんもすごいよねそうやって考えたら峯岸さんもうちょいいってさ1,000回達成されたけどにしてもだよ1,000回すごくない優りさん峯岸さんこの先 1,000回こういけるメンバーってなかなかさ現れないじゃないですか本当にすごいなって思ううん目岸さん1期生だから1期生だからだけどでもそう 二木さんみたいにそう何十数年いて1,000回達つっていうのもなかなか大変だと思うまずそもそもその15年とか、うん、いることもすごいじゃないですかそもそもが15年続けるっていうのもすごいし。 これはなんかあの劇場に彫刻されるるだけあるよねこれなんてれうんだっけなんだっけ <laughs> あの時は覚えたんだけどな時代ロッキーで一番出てるのってくるちゃんなのかなあそうレリーフレリーフ <laughs> そうりさんの時に初めて知ったその言葉あレリーフそうそうそう デリーフいや10年はあっという間ですよだってこの前だって十五期さんだって10年だったじゃないですかでも結構現役のメンバーさん多くてって言われるとうん10年いるのはこの先もいると思うけど 1回公演とか達成するメンバーさんって来るのかなと思ってあそうだからうちだと思うクルちゃんぐらいですよああクルちゃんなら可能性あるなと思ってだってクルちゃんまだ19の代でしょ19の代だし 研究公演もずっと出てたしアイドル修行中もずっと出てたしそう B 公演とか漫談出てたりとかしてたしそう僕の友やったりしてたでしょ旦那さん公演も出てたでしょで今も今も B 公演と僕隊もめっちゃ出てんじゃんと言われると。 うちだとちちゃんうちの同期だとくるちゃんが一番回数を稼ぎまくっている気がするしまあと年齢も考えてそうもうくるちゃんくるちゃんのレリーフ <laughs> いや同期からさレリーフされる人が出たらめっちゃかっこいいと思って。 だから。なんか。三人目になってほしいなと。しかも十六期って割と、やっぱ。その最初の初期に。稼いでた公演数がすごいから。他の先輩方と比べ。ても、歴に対する出演回数は結構多い方なんですよ。多分。さゆみの四百回とかも。 全然多分他の先輩方とかあるの多い方なんじゃないかなって思ったりするのでだからいやでもまだ誰も500回行ってないって思うと。 2倍でしょやばくないいや本当にいやマジですごいと思うんですね半分もまだいってないって考えたらいやすごいわ <laughs> 普通にどう考えてもうんすごいと思うやっぱり でまあ、コロナの期間があったってのはまあ仕方ないにしろ、うん、でも見れたらいいなかっこいいもんな劇場公演千回数「旋回です」って。 あと10周年公演の時に頑張ってもも上げをするももあげをする16期メンバー <laughs> 怖い私だって1010 10周年の時には10周年10周年迎える時は多分26だけどその10年公演いつやるかによって27かもしれない怖っ 26とか27だっ、ね、てひーだって私がさ26です27ですとか言っててもさくるちゃんとかまだいくつなのいもう怖いわえっくるちゃんと私4歳差とか 4歳差だからまだ22とか23とか私ぐらいなんだやっぱそりゃ若いわ10周年ですってなって私ぐらいなんだれはあそりゃせいちゃんとかも10周年になるわなそうだ せいちゃんと柿原さんとか、同い年ですけど。10周年ですから。そう。いや、なメンバーとして入れるとは思うよ。メンバーとして。全然入れると思うけど、あのレッツゴーっていう演目が。できるか。っていうのは <laughs>。また大きな違いですよ。 えしかもくるちゃん芸歴10年ではないからねしかもなんならくるちゃんふくるちゃん16期の中でも大先輩だから<笑><笑>もでも意外とさ何年長メンバーの何こう,うちらの、うん、大とか よりも意外となかちゃんとかが、はあ「はきつい」って言ってるかもしれない <laughs> あると思います。もね、うん、意外とそういうことが起きてそう <laughs>。 一番ケロってしてそうなのが鈴葉鈴葉鈴葉が <laughs> ジロケだから、ね、一番元気そうにやってそうなのか鈴葉。 <laughs> マジで元気そう<笑><笑>って感じするあ私の予想結構合ってるだろうな一番元気そうなのが鈴葉で一番バテてそうなのが真中ちゃん今の現役でねまあ今,今残ってる 現役メンバーの中の予想いやこれ追ってそうだな予言しとこ <laughs> 3年後3年後3年後って、ま、言って3年後だもんね 3年なんてあっという間ですよね。だって3年前って私二十歳だからあっという間です。うん、ズッキーよりも、ん、ケロってしそうな、なんか鈴葉っぽいんだよな、意外まあなんかズッキーも、なんか、ケロってはしてると思うんだけど、なんか、おもろ、おもろそうなのか、鈴葉 <laughs>。 <laughs> だって須藤の方が年齢上じゃんだからそうケロってしててもなんか衝撃がやっぱ一切の大みは大きいんですよ。それズッキーなんかケロってしてても、まあ、ズッキーはねまだなんかこう25とかだからねって言えるけど。 感じ。おもろそうだな。絶対もろいだろうな。なんかやっぱ。さ先輩方の周年公演。見てると思う。 先輩方は結構そのためにセットトリスト組んだりするじゃんうちらってどうすんだろうって思ってうちらもそのためにセットリストを組むのか本当にレッツゴーそのまんまやるのかね楽しみですよね。 うん、その時によりますよ、ね、いやなんか結局作り直しそうだけどなその,そのなんていうのいもちろんセットリスト買いつまむけど。 あんまやるっていうのはなさそうだな多分ね。まああれはあの時のなんか記憶が一番なんですよ。あの時、あの時あのメンバーで研究者だった私たちがやってたっていうのがなんか伝説なんだよ。まあ、確かにリアルだね。残ってる現役の数による。間違いない。 もうう時すでに結構そうだよだってやっぱ卒業生がフルで出るわけにいかないから残ってる現役の人たちがあまりにも少なかったら「劣豪」できないしあー確かにな、ね、それ考えたらもう「劣豪」できないね。そっか 卒業生ゲスト扱いだもんねそうだよねいやもう無理だよそしたらうんじゃあもうその時にしか見れないセットリストになるけどまあでもそれはそれでねなんかレア感あるし、まあ、卒業したメンバーよりもその時に現役でいるメンバーが、まあ、10周年頑張ってるメンバーだからね 残ってる人数によるるね残ってる人数と、まあ、あとはまあ基本16期は人数多いから多いからゲストって形になるだろうね。 あ,あおもろいなあ、まあ、あっという間に10年が来るんだと思いますが <laughs> ああいろいろ想像しながら待ち合しょう。 そんな感じで今日はここんなとでで終わりたいですあの蚊に刺されたんですけどメールにも書いたんだけどマジでほら見てほぼ跡形なくいなくなったどこ刺されたか分かるまあ分かると思うんですけどここなんですけどここ刺されまあ言われたら分かるか普通に。 でも、あの、ムフィアルファ EX 塗ったら、あの、ガチで、無傷、無傷じゃない <laughs>。ガチで痒くない。もう今何も痒くない。めっちゃいいよ。ムフィアルファ EX。超効く。ムフィアルファ EX は、なんか、ダニとか、なんかそういうのにもいけるやつ。なんか強力なやつ。あの、クリーム状のやつ。 液体じゃないもはや。うん、ダニ、飲み、毛虫、ムカデ、クラゲ。<laughs> もはや蚊に刺された時に塗るやつじゃないやつ塗ってる <laughs>。<laughs> 蚊に刺された時き乗るやつじゃないんだ。あでも虫刺されるやつ聞くからはいいけど、やばいやばいし蚊に刺された時き乗らないやつ乗ってる <laughs>。これマジで聞く。これは本当にあの痒くなくなります。なんか痒くなくなるのか自分の何血がまずくなってるから痒くなくなって。 ってんのかわかんないけどえめっちゃいいですよこれだってマジで刺されて「あかゆい!」ってなって。 一だからちょっと赤くなっちゃったんだけどでも家買ってすぐにムフィアルハイエッ e x 塗ったらもう今言うまで刺されたってこと忘れてたし多分このまんま引いてくと思うハれも今日ってぐらいあと残んないしなんかさ十字にしたりしたくなるじゃないですか噛まれるとでそういうのしちゃうとあとに残っちゃうからしたくないんですけどそういうのをしなくても いいですよもうフィアイエッ e x があればこんなかゆさも打てんのものえしたくの悪くないなんか,かゆすぎるともうなんかもう書きたくないやめろーって言って。<laughs> <laughs> やばいもうフィアイエッ e x の回し物になっちゃったえでもめっちゃいいと思うあの本当に虫刺されに悩まされている人はめっちゃいいと思います えそうそう。もうなんか、強いの持っとけば、なんか、海外にやられた時にも効くし、一個あれば、コスパいいんですよ。結果。 <laughs> プロモーション含みませんよこの配信は <laughs>、うん、私定期的にさ PR みたいな発言しちゃうからもう怪しまれそうなんかでもいつかさしれっと本当に PR だったことも PR で言ってもみんな気付かなそう「またなみんな PR みたいなこと言ってー」って言ってさ ガチで PR だった時 <laughs> <laughs> みんな知れっとあれあれ本当にみたいな本当にそうだったんだみたいな可能性ある。 <laughs> そうここにここにこっちにこっちかどうしても君が好きな下に「無比」とか「芋」とかできてるかもしれないここに <laughs> 芋絶対みんなわかんないよねいや私もそう思うわ <laughs> 芋の案件やってても絶対みんなにバレないと思う 無比案件よりも芋も案件がいいもアも案件がいいです。<laughs> って感じでそろそろ配信終わりますあの明日も多分やるんで今日はこんなところでよろしいでしょうか。っていう感じでランキング読んで終わる。 マスカラの繊維落ちてんのかな、これなんか黒い線。いラッキー五十七位はのぶくんです、ラッキー。そして十三位はみなさん、十二位やきいもやけ太郎さん。十一位とろろさん、十位こうじっきさん、九位デーマンさん、八位すぐるさん。七位すけかにさん、六位れすてぃさぽさん、五位オーバーレブのマーくん四位。 リーさん、三位まさしさん、二、ひろっぴさん、そして一位がチョコミントリスさんです。ありがとうございました。それでは、また明日、また明日は。明日は、多分六時台にやると思います。明日、明後日。 でも全く時代とか、ちょっと変更あるかもしれないんですけど、予定上はそれぐらいにやりたいとは思っております。<laughs> って感じで、またお知らせします。朝じゃない、夜、夜、夜。朝でもです。六時、六時半。うう感じです。 ではキャッチフレーズして終わりますあなたのハートを吸引したいいつも全力ありがとうございましたおやすみやすいおいぼい